あとはこの燃料タンクから来ているこのホースを、抜けばキャブが外れます。ちょっと 見づらいですけど、燃料タンクに少しガソリン残ってるんでこぼれます。これで燃料ホースが抜けました。であとは引っ張ればキャブが前に出てきますので、この細いなんていうんですかね、この針金みたいな ロットっていうんですか、これを取り外します。これを外します。これで位置が悪いかな、これで入っていたキャブがこれで これが今までついてた、純正キャブレターです。でこちらが今回、買った外国製のキャブレターですけど、見た目はやっぱり変わんない、うん、全く同じみたいです。これを、実際組み付けたいと思います。まあ、当然ですけどパッキンとか、新品を使った方がいいと思います。では組んでいきます。この新しいキャブレターを、ここにつけるだけなんで難しいことではないんですけど、やってみます。まず、どうしようかな。先に、この細いロットをセットしたいと思います。これをこうですね。そしてもう一つのこの細い針金を。したこの燃料のホースを燃料ホースをつなぎます。ちょっとつなぎづらい。
ートまで入りました。そしてあとはこのレバーですね、チョークレバー。これでチョークが燃料コックです。そして先ほど外したものを組んでいきます。燃料コックは開いて、燃料漏れてないですね。そして
で、ひとまず交換は完了しました。あとは試運転して問題なければ完成です。それではエンジンかけてみます。